郡山総合車両センターは、福島県郡山市、岸田町にある、東日本旅客鉄道仙台支社の工場及び、車両基地である。郡山運輸区についても当記事で記載する。東北本線郡山駅南側に位置する。旧称は、郡山工場。業務は、主に車両の全般検査、用部検査、改造工事、廃車解体であるが、車両も配置されている。 検査を担当している車両は多くが東北地方の車両であるが、機動車については新潟支社と首都圏の支社配置の車両も担当している。また、東京支社の E655 系 E001 型も高直流機器の研修設備の関係から担当している。当センターにおける検査担当地域を示す。郡山総合車両センター、郡山派出所は、 福島県郡山市地向河原にある東日本旅客鉄道の車両基地である。郡山駅東側に位置する仙台支社管内で使われるディーゼル機関車と万越当線用の機動車が配置されている。水軍線車両の郡山側での留置線機能も担っている。万越当線営業所万越当線営業所は福島県田村郡三春町にあった。 東日本旅客鉄道線大使社の組織である。その名のごとく、万越当線の総合的運営を行った組織で、同線内の全駅を統括し、管下に、車両基地と乗務員基地、保線基地等を有していたが、組織再編により2005年に廃止された。当営業所の業務については、営業関係が、三原駅に、乗務員関係が、郡山運輸区に、車両関係が、 郡山総合車両センター、郡山派出所に補線関係が、郡山補線技術センターに引き継がれている。郡山総合車両センター、藍津若松派出所は、福島県藍津若松市にある、東日本旅客鉄道の車両基地である。郡山運行区は、福島県郡山市にある、東日本旅客鉄道仙台支社の運転士、車掌が所属する組織である。詰所は、 郡山駅構内にある。1993年12月1日に一旦廃止されたが、組織の再編により2005年12月10日に再発足した。郡山総合車瀬、または、KY。2021年4月1日現在の配置車両は、以下の通りで、すべて本所に配置されている。万越当線営業所に関するカテゴリー。山運浴に関するカテゴリー。 ありがとうございます。